はい、バイラーズコンテスト2023動画での第一次予選を経て、はい、実曲の課題を経て、はい、いよいよ8月6日日曜日から第二次予選とでのリアル地区大会がスタートします。はい、今年も全国、5会場ですね、はい、プラスオープン地区大会ということで全部で計6回の地区大会が開催されます。はい、ここからはですね、昨年はリバイバルマッチと呼んでいた、はい、動画の予選と同じ課題曲10曲分をフルコーラスで踊るプラス、クールダウン、ね、入れて踊る、もう本当に、マラソンのようなね、はい、感じで、インストラクターのリードもあって踊っていただく最初のステージをファーストステージと呼ばせていただきます。はい、こちらは、動画予選を経てファーストステージへ進まれている方、審査ありで進まれている方、この方々はもちろん、はい、審査なしという形であれば、どなたでも、一度モバイラーズコンテスト出たことない方でも、またはその地区の方ね、すでに二次予選への駒を進めている方でも OK ですし、よその地区からね、ちょっとやってみようかなっていう方でも、本当にどなたでも出ていただくことができます。はい、ぜひね、審査ありで頑張っている皆さんを応援しようっていう方も含めてね、こちら一緒にファーストステージ、全10曲プラス1曲クールダウンを踊って楽しんでいただければと思います。はい、こちらはですね、昨年同様に、審査なしの方でも、オーディエンス賞の対象にはなります。オーディエンス賞とは、はい、こちらはですね昨年からスタートしておりますが、オーディエンス賞の投票専用の、LINE のアカウントに、もう本当にご自身が、あ、この人素敵だったね、Zoom で配信してますので、この人素敵だったなっていうゼッケンの方の、LINE で教えていただいて、はい、その投票によってオーディエンス賞というのが決まります。そして今年は、だけでなくね、二次への登竜門としての審査ありの部分だけでなく、審査なしの人、審査ありの人含めまして、DDD がいつも大切にしている5つのコンセプト、5つの輪っかから、はい、アートショー、ミュージックショー、エンタメショー、ファッションショー、スポーツショー、はい、こんな賞も取り揃えております。こちらはね、今年チームのね発表撮影というのもありますが、そちらに参加の方含めて、その日バイラーズコンテスト、その各地区大会を楽しんでいただいた方全員が受賞のチャンスがあるというような形になっております。はい、なので、ね、予選を経て、はい、頑張ろうという方はもちろん、予選には1回も出てないけどなっていう方も含めて、ぜひぜひ暑い夏を私たちと一緒に過ごしていただければなと思います。今年は本当に毎週、8月6日の中部大会長野を皮切りに毎週日本を旅するような形になっております。はい、8月6日が中部大会長野、8月11日金曜祝日が北海道東北地区大会、宮城県仙台市、はい、そして8月20日日曜日 DDD 青山クロスシアター、関東大会は東京で、はい、その翌週は、8月27日日曜日、中四国九州沖縄地区大会として山口県下関市、そして月が変わりまして9月の2日土曜日は関西地区大会、はい、こちらは
今回は兵庫県神戸市に、はい、行きます。私もこの夏は毎週あちこちに行って日本をね旅しようと思っておりますが、最初の皮切りのね長野、ちょうどたまたま私たち知っててその日にしたわけではなかったんですけれども、長野びんずるというもう夏の最大のお祭りがあるそうです。はい、そんなのもね楽しんだり各地きっといろいろな夏が待っていると思いますので、私たちと一緒に旅を楽しんでいただいたりとかね、本当にもうバイラバイラを通じていろいろな楽しみ方を皆さんにしていただければなと思っております。はい、そして今年も高知新聞社の講演がバイラーズコンテストへの講演が正式に決定いたしました。はい、ということで、号外今年はねボリューム31の、はい、DVD にはね号外入っていたかと思いますが、なんと今年は高知新聞社の記者の方が取材に来てくださるそうで、はい、ちゃんと、ね記事を書いてくださるのではないかなと思っております。はい、全国大会にはねなので、高知新聞社の記者の方もいらっしゃいます。そしてもう一つ全国大会には、はい、もうなんか多分前私もね何回か撮っていただいたことありますが、はい、DDD がもうダンスを踊っている時の写真ではこの人というカメラマンの方が入ってくださるのがこちらも決定しておりますということで、皆さんの素敵な瞬間を、記事にしてもらったり、ね、写真で収めてもらったりということも楽しみな一つになってきたのではないかなと思います。そして、思い出 DVD こちらね、前は DVD にお渡ししておりましたが、思い出 DVD デジタル版がいよいよ、はい、登場いたします。こちらは DDD の、視聴のアカウントの方に、皆さんご自身の、ね欲しい思い出 DVD をこう、ね、ライブラリーのように貯めていけるというような形になっております。はい、こちらの方もぜひお楽しみにしていてください。本当にね動画全部10曲出された方も、何曲か出された方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、一曲一曲とね向き合いながら、皆さんご自身と向き合いながら、皆さんご自身のダンスとも体とも心とも向き合いながら、動画の予選に送るためにね、多分一つずつの曲に大切に踊ってきてくださったんだと思います。本当に、予選に参加、一次予選動画審査に参加された皆様、改めまして本当に、ありがとうございますと本当に心からのリスペクト、はい、皆さんにしております。で、ただ動画予選1曲ずつを経て、きっとその積み重ねをしてきてくださった皆さんは今その予選を1個ずつやる前と今とでもうすでにね階段を1つずつ登って、前よりももっと体が動くようになってたりとか、いろいろなことを感じたりとかするようにもなっていらっしゃるんじゃないのかなと思います。はい、ここからはいよいよリアルです。動画では見えないような皆さんの目の中の輝きだったり強さだったり、そんなのもリアルの時にはすごくグッとくることだと思います。振り付けをなぞるのではなく、その日のコンディションいろいろあると思います。その日の状況、皆さんのいろいろな経験値があるからいいこともあるから、邪魔なことも、初めてだからいいことも初めてだから大変なことも、それぞれの皆さんの一人一人違う状況での
スマイラーズコンテストをぜひポジティブに前向きに捉えて、その日キラッと輝いていただきたいなと思ってます。本当にたくさんのキラキラとする皆さんにお会いできるのを心から楽しみにしてます。全力で応援してますので、では皆さん頑張ってください。伊藤由里子でした。